どうもジェーンです。今回もナチュラリウムタイムスへお越しいただきありがとうございます。今日やりたいことっていうのはもう決まってまして、ちょっと待っててくださいね。持ってきますから。じゃじゃん、何でしょう。わからないですよね、この距離じゃ。実はこれポトスなんですよ。これね、この鉢何号鉢かは不明ですが、実はこのポトスね、去年の冬寒さにやられて全滅したポトスなんです。だから葉っぱは1個もなかったんですよ。じゃあなんで今葉っぱこんだけあんのって言ったら、去年のその枯れちゃって、ああ枯れちゃったってなった時に茎を切って置いといたんですね。葉っぱはもうしおしおに枯れ枯れだったんでポイッと捨てちゃいましたけれども、茎だけはねまだかろうじて生きてたので、節を残してカットして、カットしてカットして、こういうところをね、見えないかな、こういうところをカットして、でたくさんの茎をこの土の上に置いて、まあ、ちょっと優しく土をかぶせたかな、まあ、いわゆる茎伏せっていう手法ですかね。曖昧なんですけどあの茎から新たに発根したり葉っぱが出てきたりするっていう、再生していくんですよ。茎から、葉っぱゼロだったところからここまで1年で育ちました。これはポトスのなんだ、ちょっと麩が入ってるやつでね、何でしたっけ、マーブルポトスなんとかです、エンジョイ、わかんない。で私はね、この度このポトスを水槽に入れようと思います。もちろん土が入ってるんで土を落として水でよく洗って水槽に入れるんですけど、どの水槽に入れるかっていうと、この辺はねもう水の上に観葉植物ボッサボサワッサワサなので、ちょっとくるっとこの辺ね、この辺はね、なのでここもワサワサなので、ここにはスパンコールさんというベタのメスとピグミーグラミーが5匹住んでるんですけど、そこはね浮き草しかないんですよ。でちょっと寂しいので、このポトス全部とりあえずこれ洗って水槽に入れれるようにしたいと思いますので、そういう過程を見るのが好きな方はぜひ最後まで見ていってください。では早速始めましょう。OK! Let's get started! Yeah! はい。うちの庭の立水栓はなぜかすごく低いところにあるのでかがんでやらなきゃいけないんだけど、とりあえずこれ引っこ抜きますね。根っこはどんなもんか、ああまあそんな言うほど大したことはないかな鉢の底まで回ってるとかはないですね。やっぱり日にっていうかライトに当ててなかったっていうのもあると思うんだけど、まあかろうじてあるって感じで、まあこれ水槽にね入れたら多分すくすく育っていくっていう、そういうパターンだと思います。はい、なのでちょっとここについてる土たちを落としていきたいんですけれども、こうやっていくつかに分かれると思うんで、もう分けちゃいます。8 9 10、
10束ぐらいありますね、これ。10株。うん、もうちょっとちっちゃいのも入れて10株前後のポトスがあります。根っこはこんな感じ。これをきれいに洗っていきます。寒いのでビニール手袋してます。ちょっとだけねマシな気がするけど、多分気のせい。このポトスは農薬とか薬品全般全く使ってないんで、即日投入しちゃいますが、心配な方はね、何週間か花瓶に入れておいたりとか、水草その前にをするとか、知ってる方もいらっしゃるし、それは各々ね、何が正解っていうのは私ちょっとわかんないんで、納得する形でね、水槽にはドボンした方がいいかなと思ってます。ちょっと枯れ葉とか傷んだ根っこは取っちゃっていいと思います。ね。私の中で綺麗な根っこの基準ってこんなもんです。真っ白ではないけどね。でも、今までもこんな感じで水槽にドボンってしてるんで、多分問題ないでしょう。じゃあ、また部屋に戻って水槽にドボンしましょうか。デコレーションを考えないとね。レイアウトを。はい、水槽はね、これです。あ、映ってない。こっちですね。この水槽になります。このスパンコールさんとピグミグラミー5匹が5匹いるかな。はい、この水槽だけこう観葉植物がわさわさじゃないんですよ。残念ながらここはなかったんで、このポトスを入れます。もしこのポトスがめちゃくちゃ増えたら、その時は他の水槽に分けてあげようかなと思ってます。水槽に入れる植物でおすすめな植物のナンバーワンかツーかスリーに入るのがポトスです。ではおっと、これなんかはもう茎と根っこしかないんですけど、これもね入れてたら多分葉っぱ出ます。今までの経験からすると忍耐強く待ってたら葉っぱ出るんですよ、こういうやつって。うん、なのでこれも入れます。はい、一応端っこに入れとこうかな。ちょっと葉っぱがない分不安定なんでね。でどんどん田植えじゃなくて水植えしていきますね。この綺麗なポトスをドボンドボンとして、じゃんじゃんいきますよ。ちょっと今回はこのデカめの流木を使って支えにしますね。極力葉っぱは外にって思ってますけど、でも水槽によってはね、私の家ではずっと水に浸かってるポトスが何の変化もなく水の中で水草のような顔してねいますよ。私はラシャバポトスという名前のテルノリンダとも言いますけど、それが一番水槽に適応してね、すっごい幅利かせてくれて水質も安定化してくれたので、ラシャバポトス推しなんですよ。 これなんですけどね、これね、これはもう隣の隣の水槽から伸びてきたやつなんですけど、これラシャバポトスっていうポトスの一種で、ちょっと葉っぱにシワシワがあるんですよ。こっちは
ツルツルの普通のポトス。えい、えい、えい。この時に根っこを必ず水に入れるのを忘れないようにしましょうね。根っこが入ってないと数日で枯れたりもするので。でもポトスは強いんでそうそう枯れませんけどね。植えた時に葉っぱが斜め向いててもだんだんまっすぐになります。もちろんライトの方に向かって伸びていくんですけど、そんな傾きはね、垂直にしようしようって思わなくても勝手に立ち上がってくれるんで大丈夫ですよ。こんな感じに仕上がりました。ポトスと流木、そして根っこがもう丸見えですね。ポトスの長いやつはこんな感じで、この部分を水につけてあげておくといい感じですね。はい、このような感じに仕上がりました。根っこがいいですね。ピグミグラミやベタが休む場所にもなりそうですよね。ちょっと突然の根っこの襲来に恐れおののいている感じですけどね。なんやねん。スパンコールさんはこんな感じのベタです。ついたよね。根っこ、こんなもんでいかがでしょうか。いいですね。ポトス入れて雰囲気変わりました。はっきり言って、でこのお隣のラショバポトスも何気に育ってほしいんで、こうやって斜めにかけとこう。はい、こんな感じです。これね、今植えたポトス、いい感じですね。多分そのうちこれ全体的にぐわっと上向いてボリューミーになっていくと思います。というわけで今回はこのね、スパンコールさんの水槽に鉢に入っていたポトスをドボンするという、そういう動画でしたね。はい、スパンコールさんも喜んでますかね。だといいけど、水質がさらに良くなるといいなと思っております。さて、今回の動画いいなと思ったところどこかございましたでしょうか。もし何か少しでもあればグッドボタンを押していただけると私の更新意欲がアップしますので、よろしくお願いいたします。そしてコメント欄自由に書いてください。誹謗中傷以外でよろしくお願いいたします。そして、チャンネル登録ですね。アナリティクスを見るとこのチャンネルを見てくださっている方の半分がチャンネル登録をしてくれている方で、半分が見てるけどチャンネル登録をしてないということが判明しました。
なのでお願いしたいのですが、このチャンネルをもしね気に入ってくださっているのであれば、ぜひチャンネル登録をしていただけるとすごく嬉しいです。私ライブに興味なかったらあれなんですけど、ゲリラライブとかよくやりますし、それにいろんな方に来てほしいなって思ってますし、あと動画の投稿の通知もね、ベルマークをピッと押すだけでアップロードしたっていうことが分かるようになってるはずです、はい、チャンネル登録がまだという方はチャンネル登録というボタンを今日ピッと押してみてください。よろしくお願いいたします。そして、メンバーシップというものもやっております。メンバーシップというのは、このチャンネルを本気でマジで応援したいぞという方が入る会員制のメンバーシップです。そちらの方もご検討いただければとても嬉しいです。メンバーになるというボタンをピッと押せば概要が現れますので、それをご参照ください。では今日はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見ていただいてどうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。じゃあまたね。バイバイバイ。